引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオこんばんは水野明子です今日はこの方とご一緒にお送りしてまいります毎日新聞客員編集委員の広岩地下博さんですこんばんはこんばんはよろ,いいよろしくお願いします、えー この報道すするラジオ今月8月8はですね戦争について皆さんと一緒に考える特集ずっとお送りしてきているんですで、今日ひろゆさんに来ていただいたんですがひろゆばさんはお若い頃って言ったらいいんですかね、まあ、社会部記者で特ダネを追っかける事件報道。 なさってた時代がありますそして、えー、戦争体験の証言をなさる方たちあるいは原爆被害についての取材などずっと積み重ねてこられたそういう時代あの毎週毎日新聞にあります特集記事「平和を尋ねて」を連載していらっしゃる、えー、そんな広岩さんがですね今回新しいご本出されたんですけれども「核を葬れ」。 まああの核兵器それこそ今ものすごく身近な問題として私たち今捉えざるを得ない。 状況に今なってるわけですその核をどうしたら葬れるのか葬りたいんだけどどうなんだというところに今私たち自身がいるわけですね、えー、本のタイトルは核を葬れでございますで今日の特集はですねこの核兵器禁止に生涯を かけた父と娘と、題してお送りしていくんですが、広岩さん。あの核兵器禁止条約と。いう条約が、あのついこの間ですね。先月ですか。ええー、七夕の日でした、ね。あ、そうですね。七月七日,、ね、日に国連で採択されました。えー、で、来月に、まあ、後半になりますと。うん、多くの国がこの署名を。 どんどん進めていくという運びになってるんですが、はい、この核兵器禁止条約、まあ、ニュースでも大変話題になりましたが核兵器を禁止するって言われたら分かるんだけど具体的に何しちゃいいいけななう条約なんですかうあそうですねあの、えー、開発したり実験持ったりね、うん、戦友それだけじゃなくて核兵器を使うぞという、はい、まあ 威嚇でですねそこまでも禁止してるあ核兵器を使うことはもちろんだし持つことももちろんなんだけど、うん、開発もダメなんだけど、うん、核兵器でやるぞっていうこと自体も禁止してるのがるこれはやっぱり非常に画期的とと言ってもいいと思い思ますですでねかだから皆さんみんなあの核の抑止力って言ってね、はい、核抑止によって安全保障を えー、保ってるんだと、うん、核持ってるから戦争を抑止できるんだという論ですよね。それともう一つは、はい、アメリカという国の核の傘の下にいる、はいざす時にアメリカが使ってくれるから、うんえー、安全保障日米同盟の安全保障になるんだという考えでずっと来てたわけ。はい、ところがその核の威嚇、ねはい、核を使うということすら。 パリと禁止条項に入りましたああ、そういう条約なんですね、うん、でこれがだから国際、えー、法で核兵器を、うん、包括的という言い方ができるんじゃないでしょうかう丸ごと,、うん、丸ごとダメよということですね一言で言うと、うん、そういうことですね丸ごとダメこれを使う政策そのものが否定されてるっていうふうに言っていいんですねで、えー、核兵器を絶対悪だっていうね、うん、核兵器に汚名を着せるてる これはダメですよ<ー>この兵器はというところそこまで言ったこの核兵器禁止条約が、まあ、やっとこできたいややっとそして多くの国がそれを結ぼうとしているい、ね、その中で唯一の被爆国である日本は交渉にも出ていかなかなった一度最初、ね、会議の最初に出ましたけど、はい、えー それっきりです、ね、あまあ,ですあの基本的にはあのアメリカの核政策にね依存、うんえー、してるために、うんはい、やはりアメリカのを忖度したと、うん、いわゆる核の傘にあるからだとそうです、ね、アメリカがこれは駄目だっていうものに対して日本が、うん、率先して核兵器禁止条約つながりましょうとは言ない。 言わないといとうのののが今の日本政府立で特にトランプ大統領になってから、はいえー、核を強くしていく増強するという政策になっただけに、はい、そして、えー、あるいは威嚇あの今禁止だっておっしゃったっ、うん、威嚇ってていうのもしてますよね。そういう面では日本としたら、はあまあ、日本だけじゃないですけどね。うんえー ドイツ韓国ともみんなあのんこの条約には参加しなかったです、ね、アメリカとの関係があるから参加しなかったそんな状況の中で、うん、あのこの間の8月9日、うん、長崎の平和宣言で長崎市長はきっぱりとその辺りおっっしゃったんですよね、うんうん、あの非常に僕長崎の平和宣言は、えー、この禁止条約を踏まえてですね、えーえー はっきりとその日本政府に対してもですね、うん。で核を持つ,つ核の傘の下にいる国々ねに訴えますと言ってですね、安全保障上核兵器が必要だと言い続ける限り核の脅威はなくなりません。核兵器が必要だという限り脅威はなくならない。だから核兵器によって国を守ろうとする政策を見直してください。ここまで踏み込んで。 平和宣言でこれはまさに核兵器禁止条約が生まれたこのやっぱし力をもとにこういう力強い長崎宣言になったと思いますあの被爆者団体の方も安倍総理にあなたはどこの国の村ですかという発言をなさったと聞いていますあるいはあの前文にね被爆者の苦の核実験 ななども含めた被爆者ですけどね、うんうん、やっぱ盛んに核兵器の非人道性ですね人道にもとるじゃないかということを切々と言ってきたやっぱ被爆者、うん、その人たちの力にが大きな市民社会を動かして122カ国の賛成を得たわけですか。あの採択を得たわけですからね122カ国も採択するんですかそ,うなんですよそれだけにやはり被爆者としたらあなたを言いたい だという気持ちは僕よくわかります、はい。あるいは最近ね、あの高校生、うん、日本の高校生たちが国連の軍縮会議に出ていて。うん、ここのところ毎年演説をしているんだそ、うん。そうですね。今年それができなくなったっ。そうなんですよ。二千十四年からですね。はいえー、ジュネーブウェブ本部で開かれるその軍縮会議にね。うん、日本の高校生が出て、えー。核兵器廃絶に向けて訴えてたわけですね。うん、ところが、まあ、あの。 今年はあ突然、まあ、ダメだと。はあ、それはまああの外務省の方はあ、えー、一部の、うん、国からのね要請ですか。今年は、はあ、どこかの国からのという話だよ説明ですけど、まあ、けど,どこかわからないし、はあ、それは外務省の忖度があったかもしれない。事実はわかりませんが。はあ プチ封じをされたというのは僕は思ってますねつまり高校生は国連の軍縮会議では核反対というメッセージを今回は核兵器禁止条約を非常に前向きに受け止めた発言になる、ええはい、多分なるであろうと間違いなすしあの長崎の平和宣言がそうだった<ー>それと同じようになるはずですねそのつもりでやっぱ高校生望んだわけですね、うんうん、ところがやっぱり そうするとまあ政府の方針とは違うわけですよね。よねもしそういう内容であれば、内容であればね。だから事実はわかりませんけど、あ,<ー>あの非常に残念ではあるんですけど、逆に、えー、高校生若い人たちはですね、えー、ますます、えー、この禁止条約を訴えていく必要性を。 強く感じたんじゃないでしょうかね。はあ、そういう意味では、決して悲観してないですね。そうですか。えー、あの、核兵器禁止条約が生まれるまでには、うん、まあ、そのような多くの市民の方の活動があったわけなんですけども。うんね、あの、その先頭に立って戦ってきた方がいらっしゃる。それも親子2代にわたって。 っずっと活動してきた方をひろ岩さんが取材を重ねてこられました親子2代の取材を重ねてこられました今日は、えー、そのお話をぜひ聞かせていただこうと思っておりますのでラジオをお聞きの皆さんどうかご意見ご感想質問などファックスメールでお寄せください。ファックスはは大阪の90 90の90 90イーメールは 報道するラジオのほうです。H. O. U. アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。ほうアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコムでお待ちしています。報道するラジオではニュースからお伝えしていきましょう。千葉さんです。こんばんは。こんばんはお願いします。ではお伝えします。非自民の連立政権で総理大臣を務めた旗つと氏が。 今日午前老衰のため東京都内の自宅で亡くなりました82歳でした畑元総理は1969年衆議院選挙に自民党公認で初当選し旧竹下派では小沢一郎氏らとともに7分業の1人に数えられましたリクルート事件を受けた政治改革で小選挙区制度の導入に取り組みミスター政治改革とも呼ばれました そして1993年宮沢内閣への不信任案に賛成票を投じ小沢氏らとともに自民党を離れて新政党を結成しましたその後発足した非自民連立の細川内閣で外務大臣を務め自民党による長期一党支配の55年体制を終わらせた立役者の一人となりました1994年細川氏の後継として総理大臣に就任しましたが 政権内の対立で旧社会党が連立を離脱して少数与党となり。内閣不信任案が提出されると、在職日数わずか六十四日間で総辞職しました。旗つとむ氏は総理を退いた後は千九百九十八年の民主党結成に参加して。幹事長の要職を務め、二千十二年に政界を引退しました。はい、次は朝鮮半島情勢です。 アメリカのティラーソン国務長官は、おととい北朝鮮が発射したのは弾道ミサイルだと指摘した上で、対話に応じるよう、引き続き北朝鮮に促していく考えを示しました。ティラーソン長官は、27日、北朝鮮による発射をアメリカと同盟国への挑発行為と見ていると指摘する一方で、同盟国や中国と協力し、平和的な圧力をかけ続けていくと述べました。はい アメリカ政府は今回は射程が短かったことなども踏まえ、北朝鮮に外交と経済で圧力をかけ、交渉を通じて解決する方針を維持するとみられます。なお、北朝鮮が一昨と何を発射したのかについては、アメリカと韓国で見方が分かれていましたが、韓国軍は今日、アメリカと同様、短距離弾道ミサイルの可能性が高いと修正しました。はい また韓国の情報機関国家情報院は今日北朝鮮が核実験の準備を完了した状態を維持していると韓国の国会で報告しました。はい。え今日は毎日新聞客員編集員の広井近宏さんに来ていただいております。広井さん、あの北朝鮮はどうしてこんなことを続けるのかどう見てますか。うん、このところ本当にこうエスカレートというかね、はい、あの。 えー、してると思うんですただあのよく見なきゃいかないと思うんですけどね、えー、あの本当にアメリカ向けにね、うんえー、力を入れてるかというと、うん、それよりも内部というか国内ですね北朝鮮国内を引き締めるは<ー>国内の体制を、はいえー、キム・ジョ体制やってることに、えー 向かかせると言いますかねそれは逆に言うと軍を抑えるる意味でもある軍隊をきちんと抑えない限りそれは軍隊の反乱というのは一番恐れていると思いますトップが。<ー>だから軍が抑えるためにえこういう繰り返すそれは逆に言うと北朝鮮の国民を自分に向けさせる。つまり危機を外に 作ってるように見えて、中を引き締める。うん、る常に内部体制の引き締めのために。行っていると思うんですね。はあはあ、だから、そこのところをよく見ないと。えー、挑発とかいう言葉に、僕はちょっと、あの。扇動、うん、されたらいかないんじゃないかなああ。挑発という言葉だけにとらわれているんじゃなく。うん、内部。内部の引き締め、だから、非常にやっぱり、はあ、あの、国民を。 自分の体制に結局自分の体制維持ってことですね、うん、そのために目を向けさせるためですねということは体制維持がどんどん難しくなってきているとも言えるわけですか内部で間違いないと思いますね<ー>こうやってやっぱしエスカレートする中で引き締めてる、うん、やはりあの国家のこういう独裁政権のありがちなところですね<ー>あの昔の日本も常に、えー、中の体制が 危ういと思ったら常に外の脅威で、はあ、ね。だから明星ができてすぐ、えー、西南戦争とか起きるとき前ですねあの中で兵士たちの不満が募ったわけですねその不満を、えー、それなぜかというと廃藩知見とかできてその不満を避けるために台湾台湾に疾病させてその台湾も 自分たちの、沖縄がまた日本のもの、日本の。あの廃藩事件で日本になってなかったんですけどね、うんそ。それを日本にして、日本の民族が殺されたからだと言って台湾に失敗したわけです。そう,うそうやって国内のこう不満なんかを一気に外の脅威で、えー。解決してしまえるわけですね。えー、だからやっぱ今の北朝鮮を見る限り。 そういう部分があるそこはやっぱり見てですね、うんはい、圧力圧力、うん、では結局軍がそんなに圧力ばっかり加えんなら逆に加え加え相手をやれやれとだから選守防衛みたいな発想というのは軍隊というのはいつも持ってるわけですね、うん、昔の日本軍がそうだったですね、はい、もう石油もなくなるじゃあパール幅だ<ー>だから本当あの ちちょっっとととしたたここで軍を抑えきなななくになにそういういりがだからそうさせないためにも圧力、はい、圧力じゃなくて、うん、やはり僕は今あの朝鮮半島が朝鮮戦争の休戦状態のままですからね、はい、やはり日本韓国アメリカ、うん、やはり話し合いで乗り込むぐらいなね、うん、それこそ平和外交 平和的な圧力なんて言葉言葉のごまかしですね圧力に平和的なんないですよ平和的外交しかない対話しか圧力圧力だよちょっと心配だなっていうのがだからその内部の引き締めも絡んでやってるってことをねもちろんもちろんあの核兵器の開発しっかりしたものを作ろうとしてるのも事実だけど内部そこが大事だと思いますね いはい次のニュースです沖縄のアメリカ軍普天間飛行場に所属するオスプレイがオーストラリア沖で墜落した事故を受けて沖縄県議会が今日日米両政府に抗議する決議と意見書を可決しました決議と意見書はオスプレイの配備撤回や安倍政権が約束した普天間飛行場の再来年2月までの運用停止を求める内容で 沖縄県議会の与党である社民共産両党と公明党などの賛成多数で可決されましたあの事故の後もオスプレイは飛び続けてますすよねねそうなんです、ね、今月の5日に3人が亡くなったオーストラリア沖でのオスプレイの墜落事故が起きたんですけれどもその後日本政府は日本国内でのオスプレイの飛行を自粛するように飛ばないようにしてちょうだいというふうにアメリカ側に申し入れたんですが。 その申し入れにもかかわらずアメリカ側は運用上必要だとして飛行を続けました飛ばし続けていたんです、ね、でそれに対して怒るかと思ったら日本も受け入れちゃいましたで,しそうなんですあのそのうち防衛省は オスプレイは安全な飛行が可能だとするアメリカ軍の説明は理解できるとして飛行を認める方針に変わっております、うんうん、アメリカ軍は構造やシステム上の欠陥はないというふうに認識しているから安全と説明したということなんですが、うん、まあそれを日本の防衛省としては認めたとということですね広岩、うん、さん、なさりたいとかりすそこでやっぱり、えー、考えるべきことはですね、はい日本は アメリカから十七、えー、機購入してですね、はい、総額三千六百億円を、三千六百億円。だから向こうのおアメリカの軍事産業はオスプレイの売り込みにかかってる。うん、だからここで<ー>、えー、それをやめさせたらいかん。うん、そういうこともあって、えー、日本も。 強いことが言えなくなってるんじゃないかなもうとにかく十七機買うということがもう先に決めちゃっていいですね決まってるんですよね決まっちゃってるんですでも予算も組んでるんですね日本はねそういう状況の中ですねオスプレイは今月十八日に北海道で陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同訓練が行われたんですけれどもえそちらにも参加をしておりますで今日沖縄県議会で可決された決議は 日本政府が自粛を要請した次の日にアメリカ軍がオスプレイの飛行を強行したことを強く批判してます。うん、そして日本政府は強い決意で毅然とした対応を取るべきだと訴えてるんですね。はい、では次のニュースです。岐阜県美濃加茂市にある私立の美濃加茂高校で野球部の2年生の男子生徒がコーチの指導で100メートルをおよそ120本走らされ 重い熱中症で救急搬送されていたことが分かりました。学校関係者の話で分かったもので、男子生徒は一週間入院しました。美濃加高校によりますと、今月十六日の午後一時頃から、公式野球部の二十六歳のコーチが特別メニューとして、この男子生徒だけに百メートルを百本走るよう命じました。はい、およそ二時間かけて、八十本を走ったところで。 コーチはさらに30本を追加し男子生徒は120本以上走ったところで倒れたということです学校側は生徒の両親に謝罪した上で不適切な指導だったとしてコーチを無期限の指導停止とし事態を把握していた33歳の監督も厳重注意処分としました 広島の私立中学校の男子生徒が遺書のような手紙を残して先月死亡した問題で市の教育委員会は今日生徒がいじめを苦に自殺した可能性があると明らかにしましたこの問題は先月24日広島市立五日市観音中学校の駐車場でこの学校の3年生の女子生徒が倒れているのが見つかりその後死亡が確認されたものです女子生徒の自宅の部屋には またいじめが始まったこれ以上限界などと書かれた遺書のような手紙が残されていました市の教育委員会は学校による教員らへの聞き取り調査で女子生徒に対する悪口などが確認されたことから精神的苦痛を伴ういじめがあったと判断しました今後弁護士らで作る第三者委員会を開き死亡との因果関係を調べる方針です 政務活動費の不正請求疑惑が浮上した神戸市議会の橋本健議員が今日議員辞職する意向を明らかにしました明日辞職願を提出するということです自民党神戸市議団の橋本健議員は2010年からの5年間に広報チラシ橋県通信を延べ50万部以上発行したとして政務活動費およそ720万円を受け取っています しかし今月24日になって領収書を発行していた神戸市の業者が橋本議員から領収書の偽造を依頼されたことを明らかにしたほか橋本議員が疑惑を否定する会見を行う直前に業者側に口裏合わせを依頼するメールを送っていたことも分かりました橋本議員は自民党神戸市議団を通じてコメントを出し3日間、熟慮を重ねた結果 この際、自ら議員の職を辞したいと考えるに至りました。印刷機についても返金させていただく所存でございますとしています。今回の疑惑をめぐり、市民オンブズマンの代表は、来月上旬にも橋本議員らを詐欺容疑で神戸地検に刑事告発する意向を明らかにしました。 おしまいに、先週、徳島県鳴門市の徳島自動車道で路肩に止まっていたマイクロバスに大型トラックが追突し女子高校生ら2人が死亡した事故で警察は逮捕されたトラック運転手の勤務先などを家宅捜索しました過失運転致死傷の疑いで捜索を受けたのは逮捕されたトラック運転手菊池隆容疑者50歳の勤務先である愛媛県松山市の東西物流など数カ所です 捜査関係者によりますと、現場にはトラックがブレーキをかけた跡がなく、バスが転落した後もおよそ20メートル走行していたということです。警察は居眠り運転などの可能性もあるとみて、菊池容疑者の勤務実態などを調べています。また、警察はバス会社も捜索し、バスを停車させた位置や、後続の車への表示が適切だったかどうかなどを調べています。ニュースは以上です。 報道するラジオ。今週の特集テーマ <laughs> 核兵器禁止に生涯を捧げた父と娘です。毎日新聞客員編集委員の広岩千佳博さん。改めて、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、先日、国連で採択されました核兵器禁止条約。その誕生には、長年頑張ってらっしゃった、その大きな原動力になった父と娘が。 いるんだというお話を、えー、新しい5本「核を葬れ」というタイトルの本にまとめられましたあのまずはそのお父様のお話から聞かせてもらおうと広岩さん思うんですがこの森滝一郎さんどんな方だと一言で考えたていいんでしょう,一言っていうのはけど哲学者 でですすからねね学者京都大学の哲学科から広島大学の教授になられて。まあ私から言ったらものすごいインテリのエリートだから何も一市民としての運動に邁進しなくてもいいような私は研究者ですっていう場所を取ろうと思ったら取れた方もはその通りですねだから あの小学校の講演かなんかで私はあの学者なんで机の上に前に座ってれば済む人間であの世間には疎かったんですとところが原爆にあって被爆孤児とかを通じて知り合う中でもうやはりじっとしていられなかった二度とこういうことが起きたらいかんということで。 活動がどんどんこう始まっていく<動>で,いで、ね、それもあのどこの国であれ核実験が強行されたら、うん、もうその度に広島の平和記念公園の原爆慰霊碑の前で座り込みをなさった、うんそ,ね、その数がなんかすごい数な五百回近いんですよね五百回ですか、えー、はあ、まあ障害を通して座り込み運動もなさった、まあ、逆に言うとそれだけ核実験があったというっってことで。 核実験の旅ですからうわそういう人生を送られたあのそれだけじゃなくて、えーえー、世界各国に平和案件をしながら、はいえー、それだけじゃなくて、えー、核のことの勉強もね、うん、いろいろ。 してていってるわけですね、えーあのー、とにかく核兵器を止めるためのさまざまな活動個人としても団体の会長としてもあるいは国内も世界にも飛んでずっと とまあ活動をなさり、そして座り込みもなさる、うん、そんな一生だったようですけど、じゃああの原爆広島の原爆で被爆なさった日はどんな状況だったのかというところが、うん、あのご自分で後年ずっと語ってらっしゃるものがあるんですよね、うん。そうですね。あの平方小学校でね、はい、広島の原爆と題して講演しております。えー、まああのなかなかあの分かりやすいところなんで。 本の中にもちょっと紹介したんですが、そうですね。えー、これはまあ七十二年前の八月六日の様子。うん、当時森滝さんは四十四歳でらして、うんね、先生したはったんですよね。え、あのそして、えー、学徒動員って言ってみんなあ<ー>、えー、学生があいろんな兵器工場なんかで仕事するわけですね。うんうん、その時のまああの派遣隊長という形で学生を連れて。 ちょうどあの造船所におったわけですね。それが爆心地から四キロという距離でした。ねえー、なんかあの宿舎の宮島からその造船所まで船で通う時のその船の条件もなんかそうですね。そうなってたいつあの潜水艦にやれるかもわからんということでねあの、えー、アメリカ軍の潜水艦

た造船所学徒動員の場でどうなっていたかと言いますと、うん、この森瀧さんは毎朝前の日にあった出来事を日記につける習慣があったので,、うん <laughs> でね、8月6日の朝ですね、はいえー、つまり原爆が落とされたのは午前8時15分ですけれどもその直前 まで日記をつけていたと、ええ、でその日記つまりその当時皆さんがどういう状況だったのかというところを高、うん、年になって小学生に語ってらっしゃるところをちょっと私,、うん、私読ませていただこうと思います、はいええ、皆さんに正直な話をしなければならないのですが「8月日日日のの日の記を6日の朝書いていてるのですよ、うん、原爆が落とされる3分前か5分前です」うん。 そしてその中にねもう恥ずかしくてお話にならないことを書いてるの、うん、どういうことかと言いますとね竹槍500本作成のことと書いているのです、うん、おかしいでしょう、うん、その頃はアメリカが落下さん舞台で来た時一人が 一人でも突き殺さなきゃあかんのだということで町では誰もが竹槍訓練をしていたんですそれでローム課長がもう学生にも竹槍の訓練をやらなきゃならんと思いますので竹槍を五百本作っていただけませんかと言ってきたのですそこで私は竹槍500本作成のことと書いているのです恥ずかしいじゃございませんか 人類の歴史を2つに分けるほどの原子爆弾それが落とされようとする3分前か5分前に竹槍500本作成のことと書いているのですから、うん、もう恥ずかしくて僕は長年その日の日記のことをよう話さなかったですよ。うん こんなふうに子供さんたちに語って、ね、恥ずかしくてそんなに人に言えなかった、うん、竹槍五500本作らなあかんなんていう状況で落と,落とされる直前ですからね。はあそしてあの広岩さんご自身もおっしゃってますけど武器がななくててもなおも戦おう戦お戦うと本してたんだそこに米軍は原爆という大量破壊兵器、うん を持ってきた使ったとこの時あの日記には特殊船地てってね特殊船製造命令来たりしだからそれも6日に書いてあるんですよねそれは何かというと特殊な船特殊船製造命令が来たというふうに書いているんですが特殊船って何なんですか人間の魚雷のことですよね魚雷とは魚雷水雷のことそういうふうなのを作れ つまりあの空は特攻隊海は人間魚雷、うん、もうとにかくあっちの潜水艦に当たって、うん、まあもちろん自分の命を投げ出すという意味の自分自身が魚雷となるというそんな作戦をさせられてたわけですよね。でその人間魚雷を作れと言われてたのが8月5日だったも、ねえー、もともとそういった えー、鉄なんかがなくなった時の最後の方はベニヤ板の魚雷とか作ったりしたわけですねベニヤ板の魚雷、うん、だからそこまでそこの先の海まで来たらそれでぶつかるとだからそういう命令が来たというふうに森竹一郎さん日記に書いてるわけですねでもそれはほとんど人間の生身そのもので魚雷となれと言っ 出るのと同じですよね。必要ね、板切れ一枚で突っ込めなんて。うん、で、そんな状況になっても、まあ戦争を続けていて、うん、そして広島長崎と続いたと、うんね。だからこの日記を書いた本当10分後ぐらいにはもうね、森田さん被爆したわけですね。はい、そして右目にそうですね、ガラス片があの爆風が で壊れたガラスが刺さった、はあ。そしてし右目の。失明しました、ね。光を失われた、えー、失明。なさったんですね。うん、あの。まあ。大変な被害を受けられて、またあのお近しい方々も。もうあの同僚の先生は亡くなり、えー。長男の健一郎さんという,う,う。当時あれですかね、まだ。はいえー 若かっったたんんでででしょう、ね、そうそすすねね、えー、付属小学校だこのクラスのやっぱ女のお子さんなんかが、えー、19人のうち5人しか助からなかったって言ってですね無理だ崎さんあんと子どもさんがこう亡くなるのをずっとあの、えー、悲しんでおられたようでですねあの灯籠流しの時に灯籠が浮かんで流る時に見てあの。 顔見知りの子供の顔に見えてくるというようなことをね、後に語ってましたですね。うん、ご自身も失明、右目、うん、の失明なさって、あの、まあ、私のね、その限られた想像力で言うと、自分が被害を受けたんだから、そのことをまあ嘆き悲しみはするだろうけれど、うん、誰かのために自分が立ち上がって、うん、それも先頭に立って活動。 するかっていうと本当にそこは大きな大きな、うん、あの、うん、まあなんていうのか境があるというか、うん、そっちの活動する側に立たれるっていうのは大変なことだったかと思うんですが。うん、あのーうん 本当にあの被爆者の方のですね森瀧さんもそうですけどまあ森瀧さんが後にバートランド・ラッセルと話した時にですねラッ,ラッセル博士のねラッセル・アインシュタイン宣言のラッセルあっそうか哲学者としてアインシュタインさんと一緒に、うん、核はダメなんだとうん、うん、そういうとこですね、はい、その時時に話したアメリカを 恨むということはなかったですかってラッセル博士や森崎さんに聞くわけですね<ー>そしたらあの恨むというよりもこういうことが二度とあってはいけないという気持ちの方が強いですとうん,うん。ラッセル博士やとしたら広島の被爆者はそうなんですかそうですってもら だからあは今回の核兵器の禁止条約に結びたのもやっぱり被爆者の人たちのね二度と使われてはいけないというこれも森森竹さんはじめとして切々と訴えてくられた、うん、ご自分の被害だけではなくて後々の人々のためにという、うん。というのはやっぱそれだけのひどい惨状を見てると同時にあの。 このへい放射線というのがですね一度きりで終わらずに、うん、あの染色体ですよね人間のそこに放射線が傷つけてるから、はいえー、次々とです、ね、年代ごとにですねあのがんの症状が それをまざまざと周りの方々が5年経って白血病はい。で20年後にはですね肺がんとかそれでずっとなって今は多重がんといってたくさんたくさんの臓器が犯されている被爆者ねこれがやはり分かってきだしてですねやはり 生涯にわたって苦しめる一度一度,一度の分だけでなく、はい、やはりそういうそれとまた家族関係を崩壊させたり一度にするだけしましたよねううそういうふうなやはり本当にあの 二度と使ってくれたら困る兵器だっていうことは被爆あの座り込み500回と先ほど伺いましたけど、えーうん、最初の時はその広島大学の教授してらっしゃったのに大学に辞職願いまで出して座り込みをするという覚悟を決めてそこまでなさった、ねえーうん、やはり、あのー、この人の森瀧さんのやはりずっとこう一貫して通してるのはですね、うん やはり命尊しっていうんですかね、はい、人の命は尊いもんだと、うん、これは僕はやはりあのふるさとの金田村中国山地の奥深い山奥ですけどね、うん、そこでやはり大事に大事にされて育って、うん、いやその分のやっぱ育った環境だかったかなと思ってね、はあ、自然豊かな中で、うん、まあご家族の愛情をからおじいさんおばあさんがいてみんなで大事に大事に<ー>こう子どもたちを大事にする。 それだけじゃなくておばあさんは山に山火事を起こさんように「なぜですか?うん」って言ったら「山には虫からたくさんいるでしょ、うん、こういう人たちが亡くなってしまう」うん、だからあの不摂生会って言うんですかね仏教のね、はあ、の生命を大事にしよう、はあ、命と仏という部分はやはりふるさとの中で、うん。 培われた部分が大きいかなという気がしますですね。命の尊さをもう小さい頃からもう肌身ですごく感じてらっしゃった。うん、そうなんですよね。それを聞くとなんか私もかあの現代ね。<い>そんなふうに育てられないケースがね。もしかしてどんどん増えてきていると、うん、そ、それの話と平和の話は。すごく密接に結びついてるのかなと、ね。そうなんですよね。だから長女の安子さんがですね。追悼集にあ、あの、はい。 精一杯子供を慈慈しみ慈愛ですね育てる山あいの農家の生活その中で人が大切にされることの幸せを身の奥深くに受けて育ったのが父だと思うと、うん、だから靖子さんの子供に「うん、子供はどんなに大事にされてもされすぎることはないよ大事にされすぎるほど世を育つ」と常に言ってたらしいんですね。うん、だからやはり、えー 小さきもの,の生命、はい、そういうところにも非常にこう命尊しというそれがあの晩年になってきて、えー、奥さんのげさんですね、うん、が言うには、えー親,への親,ね、親に対するね、えーえー、この、えー、命ですね夫の親を思う心は、うん、我が命を大切にしたいという信念から 生まれてていってそれが周りの人に言ってやがては人類人類が生きねばならないというところに原爆に遭遇して思ったんだろうという,うやはりそういうことから。 核と人類は共存できないというふうに、これはだいぶ後ですけどね。核と人類は共存できないんだと、えー、あの私ね、うん、その森滝一郎さんが悩まれた場面というのを、うん、あの何回か広岩さんのご本の中で、うん。うんうん すすごくショックを受けて呼んだんだですねその一つはね座り込みをしている時に、うん、それは昼夜連続11泊で座り込みもなさったこともあるぐらいねうん、うん、覚悟を決めて座り込んでらっしゃった人なんだけどもその時にその前を行き来してた女の子が一言つぶやいた <laughs> 座っとっちゃやめられない、うん、止められないじゃないのか、うん、座ってて核実験を止められんのかって。 でつぶやいた。これで森田さんはすごく悩んだそうです。そうですね。やはりあのー、平和運動というのは何かというところをもう一度原点に変えるわけですね。だから圧力圧力というふうなものではなくて、やはりゲリラ行動を起こしても力による行為では平和運動ではない力ではないんだという力という核爆発というのを見せつけられただけに力 平和運動も力じゃダメだってダメなんだと平和運動はあくまでも非暴力によって世論を呼び起こして世論を高め強める他にないだから今回の核兵器禁止条約が採択されたのもこういうことの積み重ねの流れだと思うんですよいやそれはね例えばね、うん、70年も経ってからですよ、うんうん、なんでこんなにね時間がかかるんだ、うん、あるいはまだあの日本さえ、うん これ結そう,です、ね、そう,そういろいろ思うけれども、ええ、だけどやっぱり進んだのは、うん、非暴力でやられた、ええ、あるいは座り込みで力,力による行為じゃないっていう力をやっぱり否定してきたそ,あそれはしかしやはり市民社会の結束を生み両親公共の両親というものがやはり身を結ぶんだなというのううか僕は森竹さん今天国で本当に。<laughs> やっとそうかやっと座り込み、うんま、最初2人だけだったけどっ、うん、やってたのがどんどん広がってここまできたのか思ってらっしゃるでしょうね。思ってらっしゃるでしょうね。もう一つね私が、うん、あこの場面と思ったのはですねあのアイゼンハワー大統領が、うん、えっと1953年の演説ですか平和利用原子力の平和利用という言葉を言いました。うん、つままり原発が始まっていく その大前提の言葉ですよね。で,ねで、その平和利用の時に話の時に森滝さんは、これは素晴らしいと最初思ってらしたんですかね。うん、まああの手放しということはないかなかったと思うんですよね。ただ、うん、あのこの時の森滝さんのご本なんかにやると、えー、当時はやはりあの核風とかいう原水爆というのは、えー、悪であり、えー、ね。うん 死につながるんだけど原子力のこういう部分は善であり性っていうんですかねあの死に対する性ですねという思考がある程度あったんじゃないかなとそれででもここはやっぱ森崎さんらしくですねそれならばえこの犠牲と苦難を再び繰り返してはならんけど破壊と死滅の方向に恐それのある原子力を決定的に 人類の幸福と繁栄の方向に向かわせることができたら、うん、唯一の願いであるというふうなことを、えー、被爆者団体協議会ができるときにやはり話して多くの方がそう思われたし、うん、森滝さんは本当に右目を失明なさる、うん、そんな経験なさった方でも平和というとがという輝いてたんですね平和,平和の言葉の輝き,輝きが当時すごかったんですか。 はあ、こう書いてらっしゃいますね初期の段階では私たちも核エネルギーの平和利用のバラ色の未来を夢見ましたと後、うんうん、年語ってらっしゃいますよね。ねだけど平和利用という名の原子力発電から生ずるプルトニウムは、うん、言うまでもなく長崎型原爆の材料。うん でありますから、うん、軍事利用に転用される可能性があることは明白でありますというふうに後年、ええ、これもですね、ええ、やはりあのいろんな科学者の方とかですねそういう人たちの話をずっと聞きに行くと同時にあの小さなやはり事故が起きてるわけですね。原発のの事故ですねそれからあの 原子力潜水艦とかですねそういう中でうもしやもしやと言いながら、うんえー、リンドップ教授というあの女性の科学者なんですけどね、えー、この人はやはりあの原子力発電の周辺のがん患者のこととかね遺伝子のこととかそういうことをシンポジウムでは、うん、話して森崎さんこの辺からだいぶあの。 おかしいんじゃないかと思い出して、それから緊急炉心冷却装置ですね。はあ、あのスマイルでダメだったんですけど、はい、これもまだ完璧にできてないんじゃないか。これタンプリン白紙こういうふうにじわじわとこう話を真剣に聞き始めたわけですね。はい、そして一番のき大きなきっかけというのはあのオーストラリアのですね先住民の方がウラン鉱山ウランですね。はい、あの これは核兵器というよりも原子力発電の材料にするための、えー、ウ,ラウランを発掘するための鉱山に行かれたわけですね。鉱山の近くに住む人たちがやはりひどなひどい核風被害を受けているわけ、うん。つまり先住民の方たちがを犠牲にした上で犠牲にした上で成り立ってんじゃないかと思われた。原発ね。だからウニテクさんはこの頃からウランを掘り出すなと言い始めて、これはやはり核と 人類といあの原発っていうのがプルトニウムを生み出す、うん、そして、えー、トイレのないマンションと言いわれますけど廃棄物の処理が全くできない、はい、ここからやっぱしこれは違うんじゃないかというふうに思って<ー>それからこれが10年の時ですよね平和利用が。だからで20年経った時に、うん というまああの<ー>一番最初の演説をしたわけですそうか「核と人類は共存することができません」とおっしゃるまでには<ー>ある意味20年かかっていろんなことをそうだからそれからもう20年被爆30年の年に森高さんが核と人類と。 共存できないでもこの時、ね、まだ森高さんの話を真剣に受け止める人は少なかった<ー>原発事故がチェルノブイリでも起きてないし、はい、もちろん福島は起きてないしそのもうずっと前から,前からもうこの核と人類は共存はできないんだ <laughs>、うん、ということをここ哲学者の おっっしゃっていたんですね、えー、そしてあの森滝さんのそうした運動があってこそ今につながってはいますが森滝さんは、えー、92歳でらっしゃいましたか、うん、あのこの核兵器禁止条約の国連採択を見ることなく、まあ、お亡くなりになっております。そそうですけどね、はい、その80 6歳の時だったんですねね森さがニューヨークで第1回の核被害者世界大会との、<ー>このご自身が一生懸命あの努力して開いたわけですね。えー、この時に森田さんはあの原爆でうん距離の君田さんの近くの眼科医にいた時にはね、うん、力の文明はこのままでいいんだろうかと。 いうふうに疑問を呈してやはり慈愛の文化というふうに言ってたけどこの40被爆42年の時にはね、はい、私がその入園生活の中で到達した力の文明から愛の文明ということだったけど、うん、しかし今核兵器は原爆から水爆原水爆から核ミサイル、はい、で米ソの核競争はもう宇宙空間まで広がった。うん、その上 核は軍事利用にとどまらなくて商業利用に進んで原子力発電は地球上に建設されてもう私たちは核文明のど真ん中に立たされてるんじゃないかって訴えたわけですね。うんうん、そして今やはっきりと「力の文明」と呼んだものは核文明という姿をとってきてるっても切々とだから はあ、力の文明から愛の文明の叫びは今や核文文明明から非核文明へのの転換の叫びである私たちは今真っただ中,中,中,中にいると真っ中えそして森崎さんは核文明というのは、うんえー、自然を消費してしまう巨大消費の中だから子孫のものまで使い果たそうとしている地球上の無限の資源ってない。 比較未来は巨大な核エネルギーに頼らず太陽風とか地熱とか、うん、そういう自然の巡回範囲の中で人間包ましていく生きていくもうその話をえ30年前30年前ぐらいにもうおっしゃってたんですねこの話を被爆40そうですよねそういう森滝一郎さんのような方がいらっしゃっての今の核兵器禁止条約です,、ええ、ですまた後ほどお願いします。 報道するラジオ今日は毎日新聞客員編集員の広岩近博さんです広岩さんえー、っとラジオネーム川の底からさんっていうリスナーの方がねこう書いて今来てくださったのは、うん、核を使うことって世界の終わりを意味することで結局使用できないんだから核の傘っていうのは威嚇の手段に過ぎないんじゃないんですかつまり非現実的じゃないんですか核の傘って っていう風に言ってくださっております。あの今回の核兵器禁止条約についてのまあいろんな話もありましたけれども、あの。 広井場さんが書かれた核を葬れという、えー、これ藤原書店から出ておりますけれども。このご本の中には、先ほどからお話ししてくださった。森滝一郎さんの娘さんの森滝春子さん。もう親子二代にわたって、この問題一生懸命取り組んでらっしゃる。うん、この方のインタビューがいろいろ出てます。現在のことをどういうふうに語ってらっしゃいますか。そうですね。あの、ちょうどあの、キッシリが採択された後で,ですね。非常にこう、はず。 でだ声がものすごく印象深かったんですね。はい、というのはこれまでやってきたプロセス市民社会を巻き込んでそこから国を動かすとこれができればあの必ず比較の未来ができるんだとんそれを託せるのはあの若い世代これ森崎さん、えー、高校で話したりずっとしてる中でですね非常にあのしっかりした人たちが 育ってきてきるだから<ー>核兵器禁止条約というのはこの人たちが。うんえー 比較の未来を築く上で非常に大きなツールになってくれるはずですという風に道具にして皆さんの考え方が広まって実際にアメリカの高校生についてのアンケートがあるんだそうで核兵器をまあ日本にアメリカが投下した、うん、まあ広島長崎のあの投下は正しかったのかどうかって そうなんですね戦後70年2年前なんですけどね1000人対象にしたアンケートでウォール・ストリート・ジャーナルとか報じてるんですけどね正しかったという人が全体で45それは間違いだった人を上回ってる核兵器が正しかったと考えてる高校全し18歳から29歳になるとね 正しかったっっったたてて人は41で間違いだったの方が45上回ってるわけあつまり全体の年齢層で聞いたら、うん、広島長崎核兵器の投下は正しかったと考えてるアメリカ人の方が多い,多いけれど、うん、若い人たちだけに限って聞いたら、うん、あれは間違いだ逆<転>広島長崎の,あの原,原爆投下は間違いだと考えてる人が多く変わってきてるんですよそう。 だからあの解説ではね若い世代に核兵器は絶対悪こんな核兵器禁止薬と一緒ですね意識が高まり原爆投下は間違いだったという方向に変化しているこれは森竹さんもえ託せる日本の若者とアメリカの若者ひいては世界の若者たちがこういうふうになった時に歴史は変わりますか この国は核兵器なんか持っていいんでしょうかという、えー、問いかける人たちが出てくるんじゃないでしょうか。はい広岩さんでした